はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、占星術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ、全部叶いますようにと願いながら、全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによってこう見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。蟹座さんの2024年は、自分のルーツを感じ、違う世界を体験できる年です。2024年に起こりやすいこと。2024年は運命的に引き継いでいくような、ご縁の節目にスポットが当たり、これまでと違った世界を感じる可能性があります。いつか向き合うことになると分かっていながら、まだまだ先のことと捉えていたこと。例えば自分の老後のことや親のこと、家のことなど考えさせられるきっかけがあるかもしれません。お盆や年末年始、法事などの機会に、ご先祖様と現世に生きる私たちの世界が触れ合うように、見えないものや今存在するすべてに感謝したくなる流れです。大きく言うと、2024年は先祖や自然、森羅万象がこのタイミングで蟹座さんの状況を裏から整えてくれているような一年なんです。現実世界でどのように仕事をしたり、人間関係を築いていくかということに対し、実は見えない力が裏で目いっぱい働いて支え、整えてくれているタイミングなんですね。これは長い間願っていたことがやっと叶えられるような時でもあります。人によってはダークな世界に身を置き、アンダーグラウンドな環境で安心する方もいらっしゃるかもしれません。または表向きはしっかり仕事をしていますが、プライベートでは自分だけの秘め事を楽しむのかもしれません。そういった目に見えない部分、表面的でない範囲で普段と違う力が発揮される時となりそうです。外側の世界より心理的なものや内側に目が向きやすいので、今までの環境とは少し違う雰囲気の1年になりそうですね。5月末までは仲間やグループと関わりながら、自分の夢に対して努力していこうという気持ちが強くなります。6月以降はこれまでの生き方や役割を卒業し、何かに終止符を打ちたくなるような、いわば人生の節目となるような流れがありそうです。がむしゃらに頑張ることは一時的に保留になります。家のことにエネルギーを注がなければならず、自分のことが後回しになる人もいるかもしれません。この時期はまさに波動調整の時期であり、頭で考えることやこれまでのマイルールは通用せず、いつもと違う場所に惹かれることが多くなるでしょう。これは時空を超えて魂を癒したいという感覚なのかもしれません。スピリチュアルな世界にはまったり、もっと自然な生き方を選んだり、いい意味ではエゴは弱く、宇宙の流れに委ねることができそうです。健康面においては少し注意が必要で、念のため健康診断は受けておく方がいいと思います。先ほどのいつもと違う場所に身を置きたくなるときに、つい思考が邪魔をして、あ、働かなくちゃダメだとか言ってると、体の方が根を上げてしまい、ストライクを起こすかもしれません。場合によっては入院や手術を通して自分の波動を変えていくということもありえますので、普段から体の声を聞き、無理をしないようにしてください。お仕事や社会との関わりについて、仕事においては役割を卒業したい流れの影響で、現職を辞めたくなる人が多いかもしれません。しかしそれは本当に退職するという意味ではなく、情熱を向ける分野が変わるということを意味するでしょう。やる気はそこまで強くなくても仕事はこなせますし、この時期だけどこかに出向するなど、イレギュラーな経験ができるかもしれません。
または十分にこれまで仕事をしてきたから違う仕事をしてみたいと思うこともありそうです。長い人生ですから1年ぐらい休んだっていいんじゃないですかと言いたくなるんですけれど、まあそういった節目の時期であるということです。仕事に対する目的や姿勢が変わってきやすいですが、自分を責めないようにしてくださいね。もともとお仕事に携わっていない方にとっては負い目を感じることなく新しい世界観を十分に味わえるでしょう。特に6月以降は全く違う環境で過ごすことで得られることが多いので、長期旅行や期間限定でどこか別の場所で過ごすのもいいでしょう。空気感の違う環境を選ぶことでフレッシュに今の自分に何が必要か、自然とマインドも体も整ってきそうです。お金のこと、金銭においては高低差が激しいので無理のない資金計画を立てましょう。または遺産や株、保険など親や他者からもたらされる恩恵も大きく、自分で稼ぐというよりこれまで積んできた徳をいただくといった感じで思わぬ大金を手にすることもありそうです。日常のお金に関してはさほど悪くないですが、お金を貯めたり増やしたりすることよりも別の人生にこれまで貯めたお金を注ぎ込みたくなるのかもしれません。多少金銭に余裕のある方はここで思い切って使ってしまうのもいい切り替えになると思います。厄落としのように何とも言えない重荷を解放するような、どこか軽くなる感覚になるでしょう。人間関係や恋愛について、人間関係や恋愛においてはこれまでの関係性を解消したり卒業していく流れがあります。もしくは普段の自分にはない分野の人と関わったり、期間限定のロマンスを楽しむこともありそうです。表立った動きではなく人目につかないところで活動できる時なので、身元を明かさない恋などもあり得るかもしれません。また恋愛だけでなく誰かに何かをしてあげたくなる奉仕精神が強くなる方もいらっしゃるでしょう。これまでの生き方を変えたくなる時ですから、人間関係も仕事や利益、損得の関係ではなく本当に自分が心地いいと感じる関係性を求めるようになるでしょう。慈愛が強くなり、自分にできることはできるだけ精一杯してあげたいと純粋な優しさで接することが喜びになっていくんでしょうね。2024年を有意義に過ごすためのヒント、少し先になりますが、2025年から新たなステージで活動が予定されていますので、その前にゆっくり休んで気力体力を温存させておきましょう。やることがたくさんという方はできるだけ5月末までに取り組む方が様々な協力を得られそうです。いろんな変化を感じられそうなこの1年、与えられた恩恵を十分に味わって最高に素敵な1年にしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。